木村清松は日本の巡回伝動車、牧師。ナイアガラの滝を自分のお父さんのものだと言ったことで話題になった。キリストに取り込まれし聖書と呼ばれていた。伝記を書いた岩村聖志郎は、実弟中田茂春、内村勘三木村清松、再臨運動を始めた頃、1918頃1874年、新潟県五船町に、 地酒の醸造業者の家に生まれる。1889年、村松高等小学校を卒業する。1890年、北越学館に入学する。1891年1月11日に、堀定一により、日本キリスト教会新潟第一キリスト教会で、洗礼を受ける。1892年、仙台の東和学院に入学する。 1894年6月に渡米する。1895年、アメリカで旧世軍に入隊して、士官学校に入隊するが、進学上の問題で8ヶ月で辞める。メソジストのジャパニーズミッションという寄宿舎に入社して、アンフレスプ人に英語個人教師をしてもらう。同じ教師に森永太一郎と松岡洋介が支持していた。1896年、 MC ハリスの紹介で太平洋大学に入学する。1899年にムーディ聖書学院に入学する。1901年にアンシュレイを受ける。1902年3月に帰国して9月に結婚する。1905年満州で伝道し、その後世界一周して帰国する。1914年千人伝道のために渡米する。 1916年に郷里に五線教会を設立する。1918年、中田主義春、内村勘蔵らと一緒に再臨運動を始める。1924年より、日本キリスト組合協会の天魔協会の牧師になり、1937年まで、勤める。1930年、妻の亀井が死去するが、翌年9月に再婚する。 1958年1月14日死去、多摩霊園に埋葬される。1908年にアメリカのバファロー市の教会で説教に招かれた後、ナイアガラ幕府を見物に行った時、米国人からが、こんな大きな滝は日本にはないでしょうと言われたのに、対してナイアガラの滝は俺のお父さんが作ったのだ。と語った。帰りに電車の停留所でも、 同じ内容で伝道したことがデトロイトの新聞に載り、この日本人はナイアガラの持ち主であると古代に書かれた。そのことで有名になり、ナイアガラの持ち主の息子の講演会をアメリカ各地で行った。ありがとうございます。